何これ、マネージャー。ノルマ1人100万絶対。なんか俺だけ多くないっすか。男子新体操いかがっすか。連続バク転とか超かっこいいよ。どう一緒に。女川、男子を勧誘しろ。てめえら、先輩のビラが受け取れねえってのか。はい、ほら。ヘブ、伊佐田、ナトリ4中のエースだった。でもどうしてうちの高校に。そうそう、なんでもっと名門校に。女川てめえ今青子をバカにしただろ。な、ごめんキャプテン。ジョギングかな。しっかりついてこいよ元エース。ブリーフ。元エース、ブリーフ。伊佐田は中学時代にエースだった。このチームのエースは俺だし。翔太郎の名字は双葉だろう。双子のブラザーリーフ、略してブリーフ。どうだ。嫌です。それはちょっとご勘弁を。あー、なんだ。おお、おお、これを借りに来てるんですか。でもなんでうちの学校にはないんです。そのマット1500万円。俺たちも帰るか。双葉くんを寮までご案内。あ、お願いします。こっちこっち。はい、こっちこっち。はい。あーって、あれ、先輩。いいからいいから。いいからいいから。ここ。そう、ここが俺たち男子新体操部の寮で、ここがお前の部屋。渡りと同室だ。翔太郎の面倒よろしくな。よし、そういうことじゃけ、よろしゅう頼むの。よろしくお願いします。無理をしてもいいことはないってうちの奥さんもよく言ってるからね。どうかしたんですか。奥さんが大好きでよく話に出てくるんだけど、俺たちまだ誰も会ったことがないんだ。ひょっとしてそういう設定なんじゃないかって。設定。ちなみにマネージャーは先生の奥さんの妹さんの旦那さんのお姉さんの娘さん。要するに親戚ですか。双葉、起きろ双葉。うわぁ、ミサト君。立ち込みか。行くぞ。6人での演技ついに来たな。6人でインターハイだ。なんだ、どうした。渡り武者ぶりっさ。脅かすんじゃねえ。いろいろな人と出会って刺激を受けるのはいいことだってうちの奥さんも言ってたからね。そうですか。確かに。また設定。他の学校がどんな練習をしているのか気になるなら聞けばいい。見てみるのは勉強になる。比べてみることで。いや、それは待て、真実を知るのが怖い。うっす。あんな名門校がよくうちらと。おめえが何がインターハイ常連だ。実力じゃ負けてねえ。で、合宿はどこで。こっちの石陽大学の体育館でね。どこかでお茶でもしてこっか。翔太郎も誘った方が良かったかな。今が一番練習したい時なんじゃない。俺たちも初めはそうだったろ。それもそうか。りょうちゃん。ああ。どうしたの。さこちゃん。用事思い出したから先帰ってて。用事。じゃあいいから。さあ、じゃ。あれ、
美里？お前、何やってんだ？え？別に、買い物を。買い物って何を？え？どうしたエロエース？エロエースじゃありません。おお、俺たちとの合宿を前に余裕じゃねえか。高瀬、お久しぶりです。ムツ、お前らこそ何してやがる。合宿は明日からだろ。聞いたぞ、やっと6人揃ったんだってな。よかったじゃないか、村人が増えて。これで限界集落が救われたってわけだ。村じゃねえし、岩沼市だし。そっちこそ雪深い山の中からわざわざありがとうな。山じゃねえ、うちはどちらかというと海寄りだ。雪も今は積もっちゃいねえ。はっ、そりゃ失敬。ところでわざわざ宮城まで来て本当に大丈夫なのか。ああ、バナナよりもリンゴが好きなリンゴリラの口に合うもんがこっちにあるかね。ずんだで我慢しといてやるよ。ったく、こっちのやつらは何でもかんでもずんだ味に仕上がる。けばれ、こんな青もりゴリラ。何を言ってるんですか。多分あるべし。七ヶ浜、そんなにはしゃがない。ずんだシェイクを持ちながら言ってもね。遅いぞ、マシロ。ああ、すみません。まあまあ、いいじゃない。お前がそうやって甘やかすから。怒ればいいってもんじゃないよ。それに言われなくても分かってるよね。マシロは。ミサト？ミサポン、久しぶり。ミサポン、勝手とは思いましたが、掃除や朝食の準備も始めておきました。なんじゃこりゃ。すげえ輝いてる。チェスト、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 チェスト。すみません、僕も。うわ、はい、止まれ。あの食われ。人の話は聞け。少々味が薄い。野菜から出る水分量を見誤ったか。ダメだ、うちの島で勝手に。アミノ酸を 0.2g 追加。塩。ほら、仕事すんじゃねえ。バタリが落ちてって。やめろ兄貴、離してください。調整完了、ビミ。ほら、よし、取れ渡り。キャプテン。な、まーちゃんはいつも全力なんだ。練習熱心で、ファン思いで、純粋なんだよ。タンタンガールズ、工藤雅美、19歳。身長159センチ、血液型 A 型。イメージカラーはピンクで、特技はバイオリン。お前、私は青森ねぶたドリーム風間浦明のファンでね。なんでじゃ、なんでじゃ兄、約束したじゃろが、一緒にあの橋を渡ろうって。時代が変わったのさ。夢なんざとっくに赤黒く錆びついちまった。あの橋みてえにな。卵家ですか。はい、玉尾さんです。こっちは豆豚の豆子さん。美人さんですね。ここにボタンをあしらって。さすがです、龍ヶ森くん。お嬢せえ。
相変わらず小器用で気迫のねえバク転だな。勢いだけのささかま野郎が。何？俺のバク転の方が早い。早いだけじゃねえか。俺の方が高い。の上等だ。表出ろ。あのところ。七ヶ浜。お互いキャプテンには苦労しますね。